ここからはニューヨークのスタジオからこの一週間アメリカで注目されたニュースがまとめてわかるウィークリーキャッチです今日もアメリカ ABC ニュースが大きく報じた項目をお伝えします混乱が続くハイチからアメリカ人を救出国と州が動きましたトランプ前大統領大統領選に向けて勢いを増す中 トランプ武士とも言われる暴言も乱発です。はじめに、3月中頃から多くの学校が春休みの休暇に入り、学生にとって自由な時間が多かできる季節。そんな中、高齢となり社会問題化しているのが、リゾート地などでの羽目を外した若者が中心の銃撃事件です。 この時期、フロリダ州では治安強化のため厳しい取り締まりを実施していますが先週、若者らによる複数の銃撃事件が発生しました16日土曜日、ジャクソンビルのビーチでは数人の間のトラブルから一般人を巻き込む銃撃事件となりました。 警察当局によりますと週末だけで3件の別々な発砲事件が発生し複数の拳銃やライフル銃が押収されています21歳男性1人が銃で撃たれて死亡少なくとも3人が負傷しましたまた数人の容疑者が逃亡中だということです14日木曜日ビーチをパトロール中の警官のボディーカメラ映像です 警官は人ごみのビーチで銃を振り回していた16歳の少年を追いかけます少年は波打ち際まで走って逃げ持っていた銃とカバンを海に投げ捨てましたが拘束されましたカバンには大麻が入っていたということです少年はその場で逮捕され成人として起訴されました春休みの時期若者らによる銃撃事件は毎年多発していて 去年はマイアミビーチで2人が銃撃で死亡する事件があり市長が非常事態を宣言し夜間外出禁止令が出るなどの厳戒態勢が敷かれました。春休みは若者や観光客が集まるイベントやパーティーなども多く飲酒でのトラブルや喧嘩などは以前から問題視されていましたが昨今は 若者ののののの間でで違法ななな銃の形態や薬物の乱用なども事件多発の大きな要因に挙げられています次です次カリブ海の国ハイチでは国全土に及ぶ大規模な暴動と反乱が3週間以上続いていますがアメリカ政府やフロリダ州では滞在するアメリカ国民を保護するためチャーター機などを出し避難が開始されました。 二十一日木曜日フロリダ州オーランド空港ではハイチから避難してきた家族らが到着しました彼はフロリダ州がチャーターした飛行機の乗客十四名のうちの一人です。We were 避難した人々はギャングらが近隣一帯を占拠した地域に住んでいましたまださらに数百人のアメリカ国民が依然としてハイチ国内に残されています アメリカ政府は現在、首都ポルトー・プランスからアメリカ国民をヘリコプターで運び、隣国のドミニカ共和国まで移送しています。 反乱が続くハイチでは大勢の人々が飢餓に直面しており、2週間で食料が枯渇する可能性があると警告されています。アメリカ国務省は、ハイチに食料援助などの人道支援を行う取り組みを検討しているということです。次のニュースです。移民をめぐる裁判で最高裁判事らの判断が2点3点しています。 19日、最高裁判所は、不法移民の逮捕や州外への強制移送を可能としたテキサス州法の再施行を認めましたが、その数時間後にこの判断が差し止めになりました。19日火曜日、政府が意見を申し立て、軽装中は法の施行が停止されていた移民に対するテキサス州法の再施行を認めた連邦最高裁判所の判断に対して、 決定の数時間後に連邦控訴審がこの判断を棄却し州法の再施行を差し止めました去年11月にテキサス州のアボット知事が署名して成立したこの州法はテキサス州を越境して入った移民に対して地元警察が 逮捕や強制送還などを可能にする法律ですバイデン政権は州に移民を制限する権限はないと訴え軽装中は思考を差し止めるよう最高裁に要求していました一度差し止め停止の判断を下した最高裁判所ですがリベラル派3人の最高裁判事による反対などもあり再度審議を行うまで差し止めを継続することになりました This is the first time, it seems to me, that uh, a state has claimed that they have the right to remove illegal aliens. I mean, this is not something that just that a power that historically has been exercised by states. There is no training associated with it. We are unfamiliar with federal immigration law. It's going to exhaust resources. 春先から夏にかけて空の便の利用が増えてくる時期ですが、飛行中の機体の事故や不具合が相次ぎ、調査中のユナイテッド航空は、利用者に対し安全についてのメッセージを出しました。ユナイテッド航空は今月に入って、2週間で9件の飛行中の事故が報告されたことを受け、スコット・カービー CEO が声明を発表しました。声明では、ここ数週間で、 ユナイテッド航空では複数回事故が発生し安全対策の重要性を再確認しているこれらの事故には関連はないもののさらに気を引き締めて一つ一つ丁寧に対応しているとしています今月に入ってユナイテッド航空で発生した一連の事故はオレゴン州の空港に着陸した旅客機が機体の側面パネルが噴出しているのが判明 またヒューストンの空港から離陸後エンジンから炎が吹き出し緊急着陸サンフランシスコでは日本行きの便で離陸直後にタイヤが脱落しましたその数日後には同じサンフランシスコで油圧システムの不具合で機体から液体が漏れ出す事故さらにヒューストンに着陸した旅客機が滑走路から外れて芝生に突っ込む事故などが報告されています カービィ CEO は全ての事故について調査を行い必要とあらば改善を進めるとしていますまたパイロットのトレーニング日数を増やしメンテナンスの技術者の新規採用トレーニングも強化するとしていますアメリカでは1月に発生した飛行中ドアが外れるというアラスカ航空の事故以来旅客機の安全対策強化が求められていますが その後も相次ぐ事故に不安は高まるばかりです一連の事故で幸い深刻な怪我人は出ていませんがどれも乗客を乗せた飛行中の事故であわや大惨事、早急な対策が求められます次にトランプ前大統領とバイデン大統領の大統領選での一騎打ちが本格化する中トランプ氏が発した暴言が 物議を醸し、バイデン大統領を常に一歩リードしてきた世論調査にも影響が出てきています。トランプ前大統領は先週16日土曜日オハイオ州上院議員候補の応援演説で壇上に立ち、自動車業界に対するバイデン大統領の政策を過激な言葉で非難しました。Now, 移民ををめぐる問題でも差別的な言葉を口にしました because, these humanity, these またまたトランプ氏自身が発信するポッドキャストで民主党に投票するユダヤ系アメリカ人はユダヤ教を嫌い イイススララエエルルののすすべべててをををっているるるそれはイスラエルを破壊する行為で恥を知るべきだと発言ししし民主党のみならずユダヤ系アメリカ人も非難しましたこれらの暴言にアメリカメディアはトランプ氏に詰め寄り説明を求めました。Our country is going 以前はこういった暴言のたびにメディアへの露出が増え支持率も上がる傾向を見せていましたが最近はこの戦法が支持の拡大につながっていません。血の海発言をしたオハイオ州の世論調査では共和党の支持者の一部からも敬遠されているという結果になっています。 トランプ氏は血の海といったのはアメリカ自動車業界が悲惨な状況であることだと説明していますが演説を聞いた人の中には議会襲撃事件を思い出させるという声もあります。 CDC 疾病対策センターは全米及び世界的にハシカの感染者が増加していてさらなる感染拡大を防ぐためにワクチン接種を呼びかけています CDC 疾病対策センターは世界的なハシカの感染者増加を受けて注意を呼びかけていますアメリカでは今年に入って17の州で58件のハシカへの感染が報告されています これは去年1年間の合計感染者数と同じで感染の速さがうかがえます3歳の息子がハシカに感染した母親はジェシカさんの息子は1回目のワクチンは受けていましたが2回目はまだでしたすでに回復していますが 感染源はわからないということですハシカは感染力が非常に高く1人の感染者からワクチン未接種の10人中9人が感染する威力を持っています衛生当局によりますと今年感染した人のうち93%が国外渡航に関連していてほとんどがワクチン接種を完了していない1歳以上の子どもだということですオーストリア、フィリピン、 ルーマニア、イギリスなどの国でハシカの感染拡大が確認されています CDC は生後6ヶ月以上の子どもについて海外渡航をする場合はワクチンを接種することを勧めていますまた渡航予定のない子どもも最初のワクチンを1歳でそして2回目を4歳から6歳の間で受ける推奨された予防接種スケジュールを守るよう呼びかけています アメリカでは MMR と呼ばれるはしか、オタフク風邪、風疹の3種混合ワクチン接種の証明が,ほと,と証明がほとんどの保育所や学校に通うために必要です。CDC は、 全米で感染者が爆発的に増えることは考えにくいがワクチン未接種の人口が固まっている一部の地域では感染拡大の可能性があるとしていますそれでは今週のウィークリーキャッチはこの辺でお別れですどうぞ素敵な週末をお過ごしくださいごきげんよう